昨日聞く、海の始まり、最終話も世界トレンド1位。目黒蓮、泉谷聖奈、3ヶ月間、本当にありがとうございました。人気グループ、スノーマンの目黒蓮が主演を務めるフジテレビ系、海の始まり、月曜後9:00、最終話が23日に放送され、世界トレンド1位を果たした。泉谷から、夏くんはどうでしたかと聞かれると、目黒は、海ちゃんとのシーンがたくさんあったじゃん。星名ちゃんとの思い出がたくさんあるけど、お葬式で初めて海ちゃんに会うとこのシーンと思い出に残った撮影シーンを解雇。海ちゃんがお絵描きしてて、あそこが今思うとすごい懐かしいし、今のこの関係性からはなかなか想像できない感じの初々しさがあったのかなと思って、すごい好きなシーンでしたと率直な思いを伝えた。動画の最後には、たくさんのコメントや応援ありがとうございましたと視聴者に感謝を伝え、二人声を合わせ、3ヶ月間本当にありがとうございましたと手を振り結んでいる。